日向坂46がデビュー4周年を祝うライブ、4回目のひな誕祭を4月1日、2日に神奈川、横浜スタジアムで開催した。日向坂46全体としては初めての声出し OK ライブでもあり、ステージ裏の見切れ席も含め超満員のファンが熱狂。ライブは2日間で計7万4000人を動員した。初の横浜スタジアムライブはユニフォーム姿で登場。4月2日の2日目、開演時間の夜6時になると、日が沈みかけた横浜スタジアムにメンバーを乗せた2台のスクールバスが登場。そのままアリーナ外周を一周し、日向と大きくプリントされた野球のユニフォームに空色のスカーフ、スカートを身につけたメンバーたちがメインステージに降り立った。派手なキャノン砲とキャプテン、佐々木久美の4回目のひな誕祭、行くぞー、という掛け声でライブが開幕。お日様と呼ばれる日向坂46のファンに向けた楽曲、へーお日様を会場の大コールと共に歌った。今回のライブは、屋外というシチュエーションを生かした空の旅がテーマ。野球のユニフォームを脱いで空色の CA 風コスチュームになったメンバーたちは、ドレミソラシドを歌唱。感想ではメインステージいっぱいにメンバーが広がり、シンクロダンスを披露した。続いて富田鈴香が、その声を待っていたんだよ、とラップでファンを煽り、あざと可愛い、そんなことないよ、を立て続けに披露。この2曲はコロナ期間中にリリースされたもので、ファンも初めてメンバーに声援を送ることになった。川田ひな、月が綺麗で100回くらい見ちゃいました。ここで最初の MC、久美は、最初からすごい盛り上がりで。すごいこうやって声出しのライブに来るの初めてっていう方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんすごいですね。めちゃくちゃ声が出てます。お腹から、と、ファンの大歓声にしきりに感心。愛されキャラの川田春奈が、月が綺麗で、ライブ中も100回くらい見ちゃいました、と不安にさせる発言をすると、久美が、お日様が光ってるから月も光ってるんだよね、と微妙に意味不明な回収をしてファンを笑わせるという一幕もあった。ここからは鬼別の曲を披露。最初に登場した4期生は、藤島加穂の全力疾走でお届けしますという宣言とともにブルーベリー&ラズベリーをパフォーマンス。アリーナ中央のステージから放射状に伸びた花道を元気にかけ、ファンの目の前で踊った。感想では、センターを務める清水リオが音頭を取り、3万7000人のファンが巨大なウェーブを作った。続いて、お日様、大好きーという掛け声とともに、3期生がゴーフルトくんを歌唱。花道に設置された4台のクレーンにそれぞれ乗り込んで、サイン入りのフリスビーをスタンド席に投げた。ここでスタンド席に2期生が現れ、ファンをどよめかせる。多くのファンに囲まれた状態で、2期生と3期生の上村ひなのによる、ダッシュ&ラッシュを披露。鳥を飾る1期生は、アリーナ中央のステージで、好きということは、お歌唱、いつもながら大はしゃぎの加藤志保を筆頭に、大好き、とプリントされたタオルを振り回して後輩たちに負けないテンションを見せつけた。